いどうもこんにちは、全盲の YouTuber アナちゃんです。本日は水曜日面白福祉の時間です。今回は私たち視覚障害者が持つ白い杖、折らないように気をつけてくださいというお話をしたいと思います。じゃん、すごいでしょこれ。真っ二つに折れちゃってるんです。これ折りたたみのところでこういう風に折ってるわけじゃないんですよ。ほらね、こんな感じで真っ二つになっちゃったんです。これどこでこういう風になってしまったかというと、なんと上野駅のホーム上私山手線に乗っておりまして、上野駅に着いて、ドアの近くに乗ってたんですけれども、さあ降りようと思って杖を出した瞬間に杖がパーンってどっか持ってかれてしまったんですよ。で多分あの山手線とその電車と並行してね、ダーッとホームを、まあ、結構な速さじゃないかなと思うんですけど歩いてた方がね、この杖をこう足の間にこう挟んじゃったんでしょうね。でこうバーッと持ってかれてしまって、杖このように折れてしまいました。でその方は結構勢い余ってそのままホーム上に転んじゃったみたいなんですよ。で周りの人がわー集まってきて、大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな話になって、で、まあ、その人は大丈夫ですとかって言って、いやでもあの目も悪いんですよねみたいな話になって、いやいやいや僕は目が悪くないですとかって言って、あのその方はそのまま山手線にどうも乗って行ってしまったらしいんですけど、後に残ったのが私でございまして、あれみたいな感じで、そしたらたまたま気がついてくれる人ご夫婦がいて、でこの杖を渡してくれたんですけど、その時はもうすでにこういう状態になってたんですね。でね、あのたまたまこの前にも紹介しました八橋くんという、杖をね応急処置できる道具を私持ち歩いてたので、こうやってね、塞ぐことができて、一応これでまあ家まではどうにか帰ることが、できたんですけど、まあ、その気がついてくださったご夫婦とかね、あとこの八橋くんとかがなかったら、まあ、私はもう本当ね一歩もほぼ一歩も歩けないんじゃないかなみたいな状態ですよねこれではねそうで覚えておいていただきたいんですけど、あの私たちの白い杖って、この、まあ、足腰がねこうちょっと、弱ってしまわれた方がつくこう体重を乗せるための杖と違って、こう半歩一歩前にこう斜め前に出すものなんですね。というのはこれで、歩こうとしている先に障害物がないかとか段差がないかとかって見ている、いわば触覚みたいなものなので、すぐこう足のところにつくのではなくて、斜め前半歩前をこう常についているので、体よりもこうやって前に突き出しますよということをちょっと覚えておいていただきたいんですね。だからこの先をこう通過できるとかって思う方がいらっしゃるみたいなんですけれども、そう思っていらっしゃるとこうちょっとそうやって杖とぶつかってしまったり、でひどいとこういうことになってしまったりするのでね、こうなると大変危険なので、ちょっとそこのところ覚えておいていただけると大変助かります。ということで、よかったらチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。